はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書2章のテスト対策やっていきます。で、3もこれねやっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとわかんないのとか不安なのがあれば、今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番に関しては、前回のテスト対策の動画でね、ちょっとやった問題に似てるんですけど、ルート3(31-n)っていうね、ちょっとこれだけでもね、嫌な感じしますけど、こいつが自然数となるような自然数 n をすべて求めなさいってことは、まあ大体答えがね、2つ以上あるっていうパターンです。で、まず1番行きましょう。まあ、ルートの中にね、文字とか数字が入ってる。で、こいつが自然数となるようなって言ってるんで、まあ、前の動画でやったように、ルートの中身が1、まあ、すべて全部出てきてほしいんだよね。そうすれば自然数になれると。だから、今その上に書いてあるやつ。これって、まあ、ちょっと書き直すと、3(31-n)っていう、こいつとこいつを2つかけたものですよね。で、これが外に出てきてほしいと。で、まあ、n をね、求めたいんですけど、じゃあ、この3ってのはもちろん変えらんないじゃん。こいつが3って書いてるのに、これ5だよとか絶対無理でしょ。で、こいつは不動なんでね、変えることができないので、こいつ、31-n がどんな数だったら、ここがね、どんな数だったらルートの中全部出てこれるのっていう考え方をします。で、一番簡単なとこから行くと、この部分が3だったら、もしこいつがね、3だったら、3×3 だから3で出てきて、ルート、まあルート消えますよね。だから自然数になる。っていうことができると。まあこれはでも分かりやすいんですよ。ここが3になればいいって。ただし今回すべてって言ってるんで、もちろん一つじゃないです、パターンは。で、次、ここがどうなればいいか。それは、3は絶対必要なの。こいつを出すために。それに、かける2の2乗。これは前のねテスト対策の時に似たような問題やりましたけど、2の2乗をかけても別に2の2乗は自分で出てこれるので、例えばじゃあこれ入れましょうか。3ね、3かける書いてこいつがいると、3かける2の2乗になりましたと。ルートのこれ3かける3だから3が出てきます。こいつ自分で2の2乗になってるから2が出てきます。つまり3、2が6。で、ルートの中身は1になるから、ルート1は消えますよね。まあ、消えるっていうか1と一緒だからさ。つまり6、自然数だから OK っていう。つまり3は固定なんだけど、それに2乗のものをかけてしまえば、そいつは自分で出てこれるので、だから自然数になるよねっていう風に考えていきます。でも、それでやっていくとさ、ちょっと全部消すね。2の2乗、その次はもちろん3の2乗です。3×3 の2乗。で、3×4 の2乗って続いていくわけですよ。永遠に続くじゃん、このまま行ってしまうと。でも、どっかで止めます。じゃあ、どこで止めるって考えたときに、3×2 の2乗、これ3、4、12です。3×3 の2乗、3×9 だから27です。3×4 の2乗、3×16 なんで48。ってなりますよね。で、よく見ると、今 31-n なのね。で、n って自然数って言ってるから、自然数だから1、2、3。つまりマイナスは入らないの、絶対。n に。ってことは、31から普通の数、まあ普通の数って言い方もあれだけど、1とか2とかを引いたときに、48って絶対なれないんだよね。31-17 だったら48なんだけど、今 n マイナスダメって言ってるからさ。つまり、ここはもうダメ。ここがダメだったら次の 3×5 の2乗も絶対できない。つまり、この3パターンなんです、今できるのは。だから、31-n が3になるとき、31-n が12、31-n が27。この3パターンを解けば、あと n が終わりっていう。だから、31-n が3を、それを満たすのは、n イコール28か。31-n が12。まあ、これ普通に解くと、19。31-n イコール27。解くと4。だからこの3つが答え。だけど、まあ、小さい方から書いた方が綺麗だね。覚えるよ。4、19、28。
つまり n イコール4、19、28と、この3つが答えでしたと。まあ、こんな感じでやってみてください。で、2番3番は小数部分整数部分の問題ですね。これもわりかし有名でちょくちょく出てきます。定期テストとか、まあ、模試とかね、そういう本も出てきますけど、右から行こうか。2番で、まずルート7の小数部分ですね。で、これは小数部分と整数部分の出し方は必ず覚えてください。出てきた時にそれが知らないともう完全に手が出ないからね、この問題で。やり方は、小数部分ってまず何っていう話だよね。ルート7とか、まあ、ルート5とかって、例えばルート5、まあ、2点ほにゃららって続いていくんですけど、じゃあ例えばさ、ルート3って1点ほにゃららって続いていくんですよ。まあ覚えた方もいるかもしれないですけど、じゃあ 1.56 って数字があります。この数字の小数部分は 0.56 ですが小数部分。整数部分って整数、この部分ね、整数部分は1なの。つまり整数部分が分かったら、元々から整数のとこ引いたもの、だから 1.56 から1を引いたものが小数部分って言います。もう一個いこうか、確認ね。 5.123 にしとこうか。これ整数部分ね、は5です。5で、小数部分はこれから5を引いた 0.123、 これが小数部分っていう。じゃあルート7どうするっていう時に、ルート7が 1. ほにゃららなのか、 2. ほにゃららなのか、 3. ほにゃららなのかを調べたいと。で、どう調べるかっていうと、よく書かれるのがこういうやつです。ルート7が1の2乗と2の2乗の間にいるか、1と2の間にいるか、2と3の間にいるかっていうのを考えていきます。いい？で、どういうことかっていうと、今1ってルート1ですよね。2ってルート4、3ってルート9なんですよ。まあ中に入れると2乗になるんでね。で、1、4、9、次も一回どうか。4が16なんだけど、ルート7ってどこの間にいるってやった時に、4と9の間にいるでしょ。ルート4とルート9の。つまり、ここ、ルート4とルート9の間にいるんです。ルートだけで考えていくとね。つまり、ルート4っていうのは、これ2なんですよ。で、ルート9って3なのね。つまりこれで、ルート7っていうのは、もちろんルートから調べたよ。ルート4と9、この数字の間ってルートから調べたけど、2と3の間にいるんです、今。ルート7っていうのは。2と3の間。2と3の間にいるっていうことは、絶対こいつ 2. ほにゃららなんだよね。2と3の間だから、3は超えないし、2より下にいかないからね。で、やると、この 2. ほにゃららのほにゃららの部分は分からないんだけど、2は分かった。だから、整数部分。今、2番のね、整数部分必要ないんですけど、整数部分は2って分かります。整数2だから。じゃあ、小数部分どうやって書くのって言われたら、ルート7が 2. ほにゃららいくつか分かんないけど、2. ほにゃららの2を引いたものが小数でしょ？さっきやったように。だから、ルート7から整数部分を引いたこいつが小数部分なんです。これがルートの小数部分の表し方です。大事なのはこっから調べるんだよ、必ず。いくつといくつの間にいるかっていうとこから調べます。で、これが今 A なのね、小数部分 A だからさ。あと A2 乗プラス2を計算していくんだけど、これこのまんま代入しても解けるんですが、A をこうやってくくり出します。まずね。それから入れてしまった方が楽で、そうすると、A、まず入れると、それね。ルート7、マイナス2。で、後ろに入れると、ルート7、マイナス2、プラス2で、ルート、やばい、2が消えるんだよね。だから、後ろはルート7しか残りません。こうやって。で、ルート7配ってもらうと、ルート7とルート7、ルート同士を、やばい、ルートの同じもの、同士をね、かけると、ルート消えるので、7。で、後ろはマイナス2ルート7で、これで終了となります。ほほほほ。待った。いや、待って。右行こう。おい、答え右書いていい？ちょっともうごめんね。3番の場所ないじゃんっていうね。下がもうちょっと空いてると思った。ごめんよ。こっちだね。なので、7マイナス
2ルート7、これが答えです。いけてるね。よし、3番閉まったね。この辺からいこうか。じゃあ次です。3ルート5、これの小数、これは小数部分と整数部分を求めるだけで終了なんですが、こうなった時一瞬慣れてないと止まります、ペンがね。でどうやるかっていうと、3ルート5を全部ルートなほにゃららの形にまず戻します。つまり3を中に入れるの、ルートの中に。で3を中に入れると2乗するから9で、もともといる5とかけるので、3ルート5っていうのはルート45と同じです、こいつね。でこれがさっきと同じように調べるのね、消さなきゃよかったんだけど、基準は1、4、9、16、25、36、49、8、60しか、この数字の間で調べます。これ全部2乗ね。1の2乗、2の2乗、3の2乗、4の2乗、5の2乗で調べていきます。で16と25の間じゃない、どこだって調べたら、36と49の間に45があります。つまりルート36とルート49の間にいるんです、ルート45っていうのはね。でルート36っていうのは6です、こいつ。ルート49は7です。つまり6と7の間にいるっていうのが分かったから、6と7の間っていうのは 6. ほにゃららでしょ。こいつは 6. ほにゃららなんです。だから整数部分からいこうか。整数部分は見て分かるように6です。答えした。はいはいいけなかった、切れちゃったごめんよ。もうちょっと上だね。 B イコール6、これが整数部分で、小数部分の A はこいつから6を引くと。でもこいつはもともと3ルート5だからね。だから3ルート5から6を引いたものなので、3ルート5から6を引いたのが小数部分という風になります。まあこれが答えですね。ちょっと囲った方がいいね。よいしょ、という風にやってください。まあ途中でも言いましたが、小数部分、整数部分もね、非常に目にする問題ですので、まあ解き方ぜひ覚えておいてください。では今回は中学校3年生の教科書2章、テスト対策やらせてもらいました。今回はね、最後までご視聴いただきありがとうございました。では引き続きテスト対策ね、取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。